ここで秋山、さらに次も脇屋がねいますんで、そうですね、マジューテックもこう厄介なところでしょう。例えば2番がそんなの打力がないバッターとかだったらどうですか、ちょっとこう勝負避けたいというのもあり得る場所ですね。あり得ると思いますね、やはりこの打率を見ますと、ワキアもいい勝負してますからね、だからなかなか簡単には歩かせるわけですから。さあ秋山との勝負、ここで今日ヒット打たないとおそらくまあ今日の200安打はお預けかなという感じがしますが、まあ、谷本いい球投げてますね、今日はホームランとヒットはなくて通算198安打としています秋山翔吾。低めすくい上げてライトへ持っていくのか、ライトを追いかける、追いかける、取れませんが、フェアです、フェア。秋山二塁バッター、三塁向かう。一人ホームイン。7対6、3安打大打賞でスリーベースヒット、秋山翔吾。秋山、今季通算199安打、そして大打賞26度目は一度と並んで歴代2位です。いや、これ、再空の可能性もあるという、そうですね、次の1本ですけれどもね。いや今うまくすくい上げたっす、ね、でしたね、落ちる球でしたかね、すくい上げてライト線、それこそボール際の方にも脳を相当伸びてきました、はい、最後は懸命に追っていった杉谷も取れず、スリーベースヒット、タイムリースリーベース、これで7対6、1点差。ちょっといろんな記録を一気に作ってしまうんでしょうか。次がツーベースだとサイクルヒットも達成という秋山です。なんか楽しみなですね、200安打まであと1本、今日4安打決めるのか、まあ、3安打が今季超えで26度目、96年のイチロー選手に並ぶ歴代2位タイとなりました。あ、すごい。